烈海の活動が活発になっている。ヤリイロ6に何か変化が起きているだろう。俺たちは動かなくていいのか、姫子。三人を信じましょう。これは彼にとって初めての開拓任務よ。多少のストレスや波乱がなければ青春の思い出にはならないわ。退屈なの、ベルト？あんたの気持ちはわかるわ。でも私たちにはまだまだ機会がある。今回の冒険の思い出はあの三人に譲ってあげましょう。君は彼らが安全だと判断している。そうだな。ええ、アイオンや指令レベルの虚数反応はないわ。安心して。若者の部隊に私たちが割り込んではいけない。できるのは後方支援ぐらいかしら。ここがジェパードの言っていた烈海なの？外縁通路が受けた侵食とここを比べたら天と地ほどの差があるな。セーバルは正確はベロブルグ北部の雪原の中に隠されている可能性が高いと言っていた。そこへ行くにはまずこの迷路のような烈海の出口を見つけなければならないようだ。あのさ、ここなんか不気味じゃない？さっきからずっとたくさんの目に見られてるような気がするんだけど。ここ嫌な感じね。鳥肌が立つわ。皮膚の下で虫が張ってるみたい。今の俺たちには案内人もいなければ正確の位置を示してくれる観測手段もない。慎重に進むしかないな。だが悲観する必要はない。烈海の汚染が強ければ強いほど根源に近づいている証拠だ。見て、あそこの地面何か落ちてない？気をつけろ。不用意に烈海の中のものに触れるな。これはブローニャの。ええ、間違いないわ。じゃないとこんな偶然。うわ、ねえ、あれ見て、あれってブローニャじゃん。え、なんで係屋もいるの？いや、あれは彼女たちではない。あれはある種の残影か。烈海が複製したエネルギーの残滓のようなものだろう。じゃあ二人は確かにここに来てたってことだよね。どうやら二人はあっちの方向に向かっていったみたい。ちょうどいいじゃない。道案内がいなくて悩んでたところよ。私たちも行きましょう。ここがどのような場所なのかまだ教えてくださらないのですね、お母様。700年前、ここはかつてベロブルグの北の境界線であり、アリサランドが初めてシルバーメインを率いてレギオンに対抗した古戦場だ。今となってはただの廃れた回廊で、あらゆる場所に旧世界の残滓が漂っているだけだがな。だがこれら断片的な表彰に惑わされるな、ブローニャ。約束が果たされる日、この廃墟は新たな世界の苗床となるのだ。お母様は本当に正確の約束を信じているのですか？あれは壁の外に吹雪を呼び烈海を生んだ。そして私たちの文明を破滅に追いやった。そして私たちの祖先はその破滅を受け入れないという過ちを犯した。天外から侵入者が降臨した瞬間から世界は死の宣告を受けたのだ。だが性格は私たちに一筋の希望を与えてくれた。新たに生まれ変わるには対価がいる。旧世界の痕跡を消し去り無意味に生きながらえることを諦める。
これが性格が示す対価だ。約束が果たされたらブローニャ、私たちはもう生涯をかけてこのハイドを守る必要がなくなる。貴様と私はハイドから新たな世界が誕生する瞬間を目撃することになるだろう。この装置すごく複雑ね。彼女たちはどうやって入ったのかしら。はあ、やっぱそう簡単に行くわけないか。そうだ、さっきの空き地にエネルギー中枢に似たものがあったよね。戻って調べてみようよ。この門と関係があるかもしれないし。俺は烈海深部のものに何度も触れることには賛成できない。だが他に方法はない。七に陥れて後行くだ。へえ、理性的な炭鉱でも冒険精神に妥協する時があるんだ。どう？装置は反応した？でも門はちっとも動いてないね。他にもあるんじゃないかしら。ああ、この装置の作成者が他の人間を簡単に通らせたくないのは明らかだ。引き続き他のエネルギー中枢を探そう。ほらあっち、次の装置が見えた気がする。私にも見えた。行くわよ。行け。剣かな。あのモンスターエネルギー中枢を守ってるみたい。そのようだ。妙だな、烈海のモンスターは人造物を破壊するはずだが。みんな、今の音聞こえた？きっとこの装置も解除されたんだ。よし、次のを探しに行こう。次の装置はあったわ。あの門の後ろよ。スイッチがない。何とかして回り込むぞ。こんな荒涼とした場所見たことない。リベットタウンですら人の生活の気配があったわ。リベットタウンは烈海から伸びた一本の触角に過ぎない。俺たちが今から行こうとしているのはその心臓部だ。行け、剣よ。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。成功！この装置も無事解除。お前に一つ聞きたいことがある。前に言っていた夢のことをまだ覚えているか？今は目が覚めているのは分かっているが、夢の中の声を再現できるかどうか試してみてほしい。立たねば。
徹底的に。どうだ、これは俺の推測だが、お前が聞いた声は性格が何らかの方法でカカリアに送ったメッセージかもしれない。お前にもそれが聞こえるのは、おそらくお前の体内にあるものがこの世界の性格と共鳴しているからだ。え？それって性格同士は離れてても通じ合うってこと？そんなの初耳なんだけど。これまで性格を体内に宿した人間はいなかったからだ。じゃあ何？私たちは自分から罠に飛び込んでるってこと？そうだ。そしてブローニャはおとりである可能性が高い。炭鉱の推測なら十中八九間違いないと思う。でもそれが分かっても今さら引き返すのは無理だよ。どうせ後戻りはできないんだし、カカリアに圧倒されないよう準備をするべきね。待ち伏せされてるから何？私は負けないわ。ブローニャを助けてカカリアをボッコボコにして、性格とやらを粉々にしてやるんだから。宝剣たち行け。成功だね。すっごく大変だったけど、これで門の装置は解除できたはず。ブローニャに近づいたわね。早く行くわよ。うわ、これも残影なの？そうだ。どうやらこの裂解はカカリアと特別なつながりがあるらしい。何度も繰り返し彼女の姿を再現している。もしお母様が言うことが真実だとしても、この数百年の間に在位してきた守護者たちは皆性格の呼びかけに抵抗しています。お母様は彼女たちが間違っていたというのですか？まだ理解できないのかブローニャ。ここに正解や間違いなどない。あるのは人類の傲慢と浅知恵だけだ。私たちの祖先アリサランドを含め、彼らはこの文明を存続させるために命を燃やし、そして静寂に沈み、その記憶は吹雪に散らされた。彼らは生涯人類の勇気を称える賛美歌の編纂にかまけ、星空を見上げる時間を設けなかった。千年という歳月は星空の中の偉大な存在にとっては一瞬に過ぎず、小さな種族の功績など何の価値もないのだ。私は彼女たちの二の舞を演じ、自分を哀れみながら絶望の道を歩むつもりはない。耐えるのが徒労なら新たな始まりを選べばいい。しかし孫悟のクリフォと、かのアイオーンはお母様の言う偉大な存在ではないのですか？ペロブルグを守ってきたのはかの神の力ではないのですか？孫悟？孫悟が人類をまともに直視したことなどあるか？あれは幻想者の独りよがりの妄想に過ぎない。貴様は真の偉大なる声を聞くことになるブローニャ。そして私の選択を理解するだろう。まるで別世界だね。あそこの机と見張り台、
ここにもシルバーメインが駐在してたのかな。そうだとしても長らく放置されている。もしかしたら貴重な情報が隠されているかもしれないが、残念ながら俺たちに辺りを探索するような時間はない。また見たことないタイプのモンスターだ。俺たちがいる場所を考えれば新たな敵が出現しない方がおかしい。どんな化け物かなんてどうでもいいわ。私たちの邪魔をするなら叩きのめすだけよ。学ばないと。剣よ。失ってしまう。この敵、これまでのモンスターと全然違かったね。烈海が生み出したものだって知らなかったら、人間と戦ってるって勘違いしてたかも。見境なしに破壊行為を行う下等な烈海生物とはまるで違うな。自分の意志を持ち、高度な戦術を使いこなしているように見えた。見て、ブローニャとカカリアの残影。二人もここを通ったみたい。え、それって正確に近づいてるってこと？おそらく北部の雪原にかなり近いところまで来ているのだろう。最初の守護者はここでシルバーメインを率いて戦い、大きな犠牲と引き換えにほんのひとときの休息を得た。しかし異世界から来たレギオンは疲れを知らなかった。彼女はすぐに生身の人間がこのような強大な敵に立ち向かうのは不可能だと悟った。絶望の中で彼女は正確に意識を向け、最初の願いをかけた。その後に起きたことは貴様も知っているだろう。つまり寒波は人類の願いによって生まれた災いだった。皮肉だろう。性格はただ人類の願いを叶えただけなのに、我々はその後数百年にもわたりそのことをひた隠しにしていた。さらにはあれを使って性格を制御しようと試みるなど、情けない上に笑える話だ。あれ、この世界に属さない技術で作られたもの。旧時代の会社と喧騒者が性格を収容するために用いた抑制器だ。貴様が多くの疑問を抱いていることは知っている娘よ。もう少し待って、すぐに全ての答えを得られるだろう。またあの女の影。今回はブローニャがそばにいないわね。どうせ烈海が生み出した幻でしょ。ねえ、ちょっと近づいてみようよ。なんかこれまでの残影とちょっと違う。死に勇者。え、今もしかして喋った？近づけてはならない。まずい。美月、どいて。性格。侵入者。ここまでだ。こいつ本当に本体じゃないの？下手に。どれだけ見た目が似ていても、烈海が生み出した偽物だ。倒すぞ。開拓者たちに真なる祝福を。下手に動くな。はない。約束された世界。消えちゃった。あの階段。もう進める道はあれだけよ。この先がどこにつながっていようと、そこが旅の終点だと考えていいだろう。
こんなに早く終点に着きたくないな。うちはうちのために終わりなんて求めてないのに。つまりブローニャ、そして上層部と下層部の運命がこの先にある。私たちがその命運を握っているのね。変なの、恐怖とか緊張とかもっと感じると思っていたけど、そんなことなかったわ。今はただ現実味がないだけね。うんうん、楽しく終わる時もあるよ。列車は世界から世界を渡る。俺たちはただの過客であり、物語の一節を見届けるものに過ぎない。俺たちは常に世界の存亡を決定づけるような大きなうねりを避けてきた。だがどうしても避けられない時はある。つまりあんたの初めての開拓の旅は超ラッキーだらけだってこと。しんみりするようなことを言おうと思ったけどやめたわ。あんたたちとの冒険ならどんな困難も平気だって思えるのよね。そうだよ、楽しい冒険にはもともと制約なんてものはないんだから。困っている人たちを助けて信頼できる仲間を作って、ついでに何度か世界を救っちゃう。それはつまり俺たちが正確、この寒波の中心に近づいているということだ。何これ、うわめっちゃキモい。琥珀に閉じ込められた昆虫のようだな。半物質レギオンの下っ端がこの世界に来た時はまさか自分が寒波に飲み込まれることになるなんて思ってなかっただろうね。でも氷の中のこいつらってまだ生きてるのかな。こんな時によく冗談を言う気になれるよね。残した遺跡？規則性のある城内の建物とは全く違うな。なんか大きな手のひらみたいじゃない？カカリアがブローニャを人質にして脅してきたらどうしよう。必ず助け出すに決まってるでしょ。彼女は下層部の、いえこの世界の希望なんだから。これで万全だ。いややめて。抵抗するなブローニャ、共通の意思を受け入れるのだ。違う、これは私が望んだものじゃない。彼らが約束してくれた未来を見ろブローニャ。貧困、寒さ、苦しみのない世界、囚人のように生きることのない世界、私たちが永遠に守り続けることができる世界。700年間私たちは絶えず挑み絶えず抗った。人間性という光が私たちを復興に導くと考えていた。だが
その結果はどうだ。私たちは大敗を喫した。なぜ私たちは圧倒的な力を前にした時、その言葉に耳を傾けるよりも先に抵抗し耳を塞ぐことを選ぶのか。それこそが人間性の奥底に潜む消せない愚かさ、そして臆病さなのだ。それらを放棄し、貴様を縛る鎖を解いてやろう。性格は人類を進化させ、かの方は洗脳はそこまでよ、魔女ゼーレン。やはり来たか。あの凄まじい吹雪で貴様らを葬れたと思ったのだが。甘いわね。あんたを倒すまで私たちは倒れたりしないわ。ブローニャ、あんたたちの間に何があったのかわからない。今説明されても多分難しい内容は理解できない。それでもはっきりしていることが2つあるわ。1つ目、こいつらは性格というものを封印するためにわざわざここまで来てる。2つ目、私が言ったことを覚えてる。あんたに何かあったら私が必ず助けに行くって。そういうことだから。分かったかしら。たとえあんたがそこにいる女に洗脳されて私たちの約束をきれいさっぱり忘れてたとしても、私はあんたをぶん殴ってでも連れて帰るわ。ゼーレン、それにみんな。もうよいか。貴様らには十分な時間を与えた。別れの時間をな。貴様をここに連れてきたのにはもう一つ理由がある。それを教える時だ、ブローニャ。私は貴様の選択を見届けたい。私は全ての真実を貴様に告げた。性格との取引も、私たちのかけた願いについても。私たちの間にもう秘密はない。何年も前、初めて性格の声が耳に届いた時、私は歴代の守護者たちと同じように目を閉じて耳を塞いだ。あの時の私は今の貴様と同じだ。苦しみながら喧騒者の言う尊厳を守っていた。私の信念は揺るぎないものだった。しかしある日、突然現れた変数によって全てが崩れ、私の前にもう一つの選択肢が現れたのだ。それは古い秩序を覆し、新たな世界を迎え入れるということ。そしてそれはおぼろげでますます遠ざかる孫悟よりもずっと現実的なものだった。私はずっとこれらをどのようにして貴様に伝えるか悩んでいた。約束された明日はいつか必ず訪れる。もし貴様が私のそばで共に新しい世界を見守ることができないのなら、私は苦痛に苛まれるだろう。ブローニャ、決して消えない苦痛にな。貴様らには感謝すべきかもしれないな、よそ者。貴様らという圧力によって私はやっと自分の最後の弱点に向き合えた。ブローニャ、子供の頃から私の意志に従えと強制したことはない。いずれにせよ、貴様には常に選択肢がある。これは昔も今も変わらない。選ぶがいい、娘よ。アカリア様、私を育ててくださったこと、そして選択の権利を与えてくださったことに感謝しています。でもごめんなさい、お母様。今この時はあなたのそばに立つことはできません。人間性の奥底にあるのは愚かさと臆病さであり、絶望的な状況は人間の心の闇を反映している。それはあなたの言う通りかもしれません。でも絶望的な状況の中で生きるために、決
懸命に戦っている人たちをあなたは見ていない。私は彼らの中に光を見た。キンクの前線で、下層部で、あなたが見ようとしなかった隅っこで。私たちの祖先はこの町を自らの手で築き上げ、吹雪の中で文明を守るために戦ってきたのです。たとえ世界が崩壊する定めにあったとしても、その道は人間の手で切り開かれるべきものです。運命はこの災いの種に委ねるものじゃない。私たちは普通の人間から選ばれた守護者です、お母様。そして守護者の職務は人々が築き上げた世界を損護すること。私たちは神でもなければ審判者でもありません。あなたは人間性を踏みにじり、同時に審判者と神を演じようとしている。こんなこと私は許しません。そうか、それが貴様の選択か。よくわかった、ブローニャ。残念だ、貴様がこの美しい世界を見られないことは実に残念だ。思想の束縛を解くことはできなかったのだな。知っていたか、本来貴様は新世界の母となるはずだったのだ。地面、地面が揺れてる。何が起こってるの。まずい。この都市ベロブルグの運命はすでに定まっている。それは私たちの手の中で展開されるのだ。そして貴様らは新世界の礎となるがいい。古いものを壊さずして新たなものは作れない。大守護者として起動を命じる。造物エンジン。これは建造者の古代ロボット。みんな気をつけて。
こんな大物、一体動いてるのかしら。でも今チェックしてもらった方がいいわよね。こあんただよ。約束した未来こそがこの世界の唯一の希望。700年前、それは反物質レギオンを駆逐した。そして今日、再び貴様らの存在を抹消する。警戒しよう、お前の番だ。始めるか。新たなる未来。ああ、ルールは破るためにある。即戦即決といこう。軟弱で愚かな人間ども、どうやら身の程というものを知らないらしい。私が絶望を教えてやろう。ここは宇宙。俺はカカリアと戦っていたはず。どうしてここに。前回ここに来た時、ナヌークは俺をちらっと見てた。まさか。商業区が陥落しました。住民の避難は完了していますが、シルバーミーン26名が犠牲に。続けろ、ジェパード。私にはわからないのです。犠牲になった兵士たちが本当に死んでしまったのか、ボロボロになった彼らが烈海の中でさまよっているところをこの目で見ました。あの中での出来事は世の摂理から逸脱している。狂っていると言っても過言ではありません。大守護者様、恐れながら申し上げます。現在の状況が続けば。分かっている、ジェパード。もうよい、下がれ。結果が分かっている。あんたもずっと待ち望んでたんでしょ。この檻を出て自分の目で街を見てみなよ。これ以上私たちに失うものはある。先人たちの努力が、彼らが終えられなかった研究がついに実を結ぶんだよ。私に正体を一つ任せてほしい。きっと正確を見つけてここを救う方法を。冷静になれ、セーバル。
衛星？何を言って。シルバーメイ、ミス・ランドゥーを連れて行け。彼女は疲れているようだ。彼女の研究室を差し押さえ、全ての研究員を交流するように。彼らが行っているのは違法な研究だ。どうして？カカリア、いつからそんなに冷たくなったわけ？セイバル・ランドゥ、貴様はかつて私の最も大切な友人だった。しかし約束した新しい世界に彼女の居場所は。カカリア様、モンスターがこちらに押し寄せてきます。ここは、ここは危険すぎます。愚かで癒やし。はい、何かおっしゃいましたか？誰にも理解できない。私以外誰にも。彼らには目があり耳もあるというのに、見えない、聞こえない。愚かな意志を糧とし、彼らの愚行と恐怖を許すのだ。お母様、やはり私には理解できません。烈海の侵食はすでに下層部まで広がっています。シルバーメインを撤退させてしまったら、下に残った人々はどうやって身を守ればよいのですか？彼らの安全は自動騎兵が守るだろう。最も重要な防衛線はここだ。上層部が陥落すれば地下も瞬く間に滅びる。地上の防衛線は絶対に守り抜かなければならない。これが選択だ、ブローニャ。リーダーとして貴様は選択する勇気を持たなければならない。貴様と私、私たちにはさらに重要な使命がある。いつの日か貴様も選択を迫られることになるだろう。さらに重要な使命？今はまだ早い、ブローニャ。まだ早すぎるのだ。その時が来ればおのずとわかる。都市が泣いている。孫悟の力が消えている。最後の最後に私たちは性格の意志に抗いきれなかった。なぜそう言い切れる？この700年間、烈海は刻々と広がり続けてきた。私たちが後継者に残したものは、信念でも富でもなく、果てしない絶望だけだ。損をすると誓った故郷が、目の前で少しずつ消えていく。それは拷問以外の何者でもない。それに加えて、あの振り払うことのできない人の心を惑わすささやき。どんなに強い意志を持っていても、揺らぐことは避けられない。遅かれ早かれ、この日はやってきたのだろう。アイオーンのカモは私たちから離れる運命にあったのだ。
一回の価格に過ぎないというのに、堅くなに世界の運命を背負おうとする。それもいい。これ以上私たちに失うものなどあるだろうか。試してはならないことなどあるだろうか。琥珀の輝きに触れるがいい、開拓者。あなたの中にある孫悟の意志が、かのアイオーンの目に留まるほどのものかどうか、確かめよう。選択、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。うちがいるんだから負けないよ。グマイ、逃がさない。意味はない。せいはっ。ラッキースターは誰かな。動かないでね。今祝福してあげるから。旧世界が崩れる。殴ったね。ボル、弱き者のために。あれやれ。ランス、戦闘準備。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。俺が守る。核を飲み込む。性格の力は私と共にある。貴様らは
旧世界の崩壊を前にどうしているだけに過ぎない。希望だ。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。できましたか。今回の開拓本当に大変だったけど、タンコ、それにあんた、うちら見事にやり遂げたね。あ、でも性格はどうしたらいいのかな。今までは全部ヨウおじちゃんが処理してたけど。姫子さんとベルトさんには連絡を入れてある。この性格は二人が封印してくれるそうだ。これでこの世界の危機は去ったってことだよね。風雪激しく、止まるはガタし。性格が封印されれば寒波は徐々に収まっていくだろう。だがこの世界の劣化は急激に広がることもなければ忽然と消えることもない。ヤリイロ6は確かに再生の可能性を得たが、それには時間が必要だ。ここから先は彼らの努力次第だろうな。みんなありがとう。ありがとう。でも私は大丈夫。心配はいらない。やるべきことはたくさんある。あの造物エンジンによる騒動にはきっと市民たちも気づいたはず。多くの疑惑を晴らす必要があるし、公表すべき真実もある。ただどうすればみんなに受け入れてもらえるのかわからない。そんなことが本当に可能なの？お母様の真の目的を人々に告げ、700年も続いていた嘘を明らかにする。ダメ、それは絶対にダメよ。ゼーレ、私どう説明したらいいかわからないけど、他に方法はないと思うの。仮想部で私たちは毎日ある言葉を子供たちに言い聞かせてた。明日はきっと良くなるってね。そうすればたとえ嘘だと分かっていても希望を抱いて眠ることができるから。もしここで起きたことが知れ渡ったらどうなるか想像できるでしょ。人々は間違いなく絶望してしまう。守護者さえ信用できなくなったら、私だったら何を信じればいいのか、何が信じられるのかわからなくなるわ。お母様はベロブルグを損護するために犠牲になった。え？天外から降り立った来訪者から彼女は性格の秘密を知らされた。そして彼女は初代大守護者であるアリサ・ランドが性格を破壊できなかったことも知っていた。
それでも彼女は人間の想像をはるかに超えた力に挑むことを決意した。そうして大守護者カカリアは自らを犠牲にしてベロブルグを危機から救った。今からこれが真実になる。あなたたちはどう思う？それならまだ孫悟の希望はあるわね。合理的だな。少なくとも嘘だと反証するのは極めて困難だ。どうして嘘をつかなきゃいけないの？よくわかんないからパス。うちはやっぱり本当のことを言う方が好きだもん。でもみんなの言うこともちょっとは理解できるよ。ごめんなさい。必ず埋め合わせをする方法を考えるから。多くの人にとってお母様は優秀な守護者だった。真実を残したいのなら過ちも狂気も邪悪も夢も全て私の記憶の中に留めて私が背負えばいい。大守護者の責務を受け継ぐ以上私は甘い幻想を捨て去る必要がある。ごめんなさいツエレ、あなたにはこの秘密を私と一緒に守り続けてほしい。私たちの命が尽きるまでずっと。もちろん。どうすればいいか分かってるわ。ありがとう。それじゃあ前に約束した通り上下をつなぐ橋を架けるために動きましょう。ゼーレ、あなたは性格が封印されたことを仮想部のみんなに知らせてくれる？もうすぐ封鎖は終わると、自由に呼吸できるようになると伝えてほしいの。ええ、私に任せておいて。きっとあなたも首を長くして待ってるはずよ。あなたが取り継いでくれるなら私も安心して行政区に戻れる。ジェパード受衛官とセーバルさんに伝えないと。ちょっと大丈夫？どうしたのブローニャ、どこか具合が悪いの？私は大丈夫。早く動かないと。でもすごく苦しそうだよ。どうしよう。あんた何か考えはない？わかった。忘れるところだったけど、あんたたちまだ指名手配されてるんだったわね。私は仮想部の人間だけど、あんたたちほど目立たないでしょうし。それじゃナタへの報告はあんたたちに任せるわ。ブローニャのため、ううん、ベロブルグのためにあんたたちも秘密を守るのよ。ねえ、さっき急にかっこいい武器を持って戦場に現れたけど、一体何があったのかちゃんとうちらに説明してくれない？え、あんなタイミングで琥珀王に見られたの？偶然で済ませるにはちょっとできすぎな気がする。彼自身よく分かっていないのだろう。今回が初めてじゃない。宇宙ステーションで終末獣と対峙した時も同じようなことが起きていた。ナヌークに一別されたことは覚えているか？今まで性格は壊滅と関係があると考えていたが、どうやらそんなに単純な話ではないようだ。一度ベルトさんに相談しなければ結論は出せない。まずは今やるべきことを終わらせよう。姫子さんとベルトさんが性格を処理しているときに邪魔をするのは避けたい。この件について話すのは列車に戻ってからだ。うん、そうだね。一度やると決めたことは最後までやり通さないと。早くナターシャを探しに行こう。
丈夫？どこか痛いの？めまい？力が入らない？それともなんて言えばいいかわからないの。ただ全身がすごく寒い。はあ、そんなの当たり前じゃない。ここはとんでもなく寒いんだから。はあ、早くここを離れましょう。出ないとあなたまで凍えてしまう。平気よ、私は丈夫にできてるの。ほら、ちゃんと捕まって。行きましょう。見て、診療所の周りに人がたくさん集まってる。あの人たちもさっきの戦いの影響を受けたのかな。早く行ってみよう。ナターシャ、オレグさん、お待たせ。戻ってきたわ。こんなに早いとは。その様子を見るにいい知らせを持ち帰ってきたんだろ。うん、もちろんだよ。うちらがどれだけ苦労して。やっぱりこの子から話してもらおう。うちは報告とか得意じゃないし、余計なことを言ったらまずいでしょ。俺たちも戦いに参加し、その一部始終を目撃したんだ。二人とも全然顔色を変えないなんて、もしかして謎めいた過去を持つ人に必要なスキルなの？カカリアが？彼女がベロブルグのために。そう、わかったわ。つまり下層部にまで伝わってきた強烈な揺れはその戦いが原因なんだな。ありがとう。君たちが上で何を経験したのかは想像もつかないけど、いい結果になってよかったわ。ところでゼーレはどこに行ったの？安心して、ゼーレなら大丈夫。ブローニャが体調を崩したから今は彼女に付き添ってるの。そうだったのね。何はともあれ君たちが無事でよかったわ。カカリアが犠牲になったということは、あのシルバーメインの娘が守護者の地位を引き継ぐんだな。彼女は意志が強く、言ったことは必ず実行する娘だ。彼女の助けがあれば下層部はきっと生まれ変わることができる。うん、そうだ、ブローニャから伝言を預かってるの。もうすぐ封鎖は終わり、自由に呼吸できるようになるってさ。自由に呼吸。そうね、それこそが私たちの願い。美月ちゃん、炭鉱君、それに君も、もう少しだけ力を貸してくれる？この希望の象徴となる知らせをみんなに伝えて緊張をほぐしたいの。ありがとう。誰から伝えるかは君たちが決めてちょうだい。他の人は遅延に任せて。下層部の知り合いってたくさんいるよね。ねえ、誰から知らせるべきだと思う？わかった。残りの人には私たちから伝えるわ。このまま順調にいけば、おそらくこれが遅延最後の任務になるでしょうね。あの子たち混乱に乗じて変な場所に冒険に行ったりしてないわよね。少し前にフックがリベットタウンを探検するって騒いでいたの。ちょっとまずいかもしれないわ。48 49 50。じゃあ探しに行く。
あれってジュリアン？早く様子を見に行こう。やっと見つけた。こんなところでかくれんぼなんて危ないでしょ。美月の姉子？あんたたち上層部に戻ったんじゃ。姉子って呼ばないで。フックちゃんはどこ？早くみんなを集めてよ。さっき始めたばかりなのにもう終わりなんてつまらないよ。どうやら前にも似たようなことがあったようだな。別にうちが遊びたかったわけじゃないもん。子供たちにお願いされたから付き合ってあげたの。はあ、しばらくブランコで遊ぼうと思ってたのに。わかった、みんなを探すのは大人に任せるよ。捕まえた。え、なんで大人がいるの？ジュリアンは？なんだ、がっかり。今日こそ私に何か言ってくれると思ったのに。来たのがうちらでよかったね。ナターシャだったら今頃お仕置きされてたよ。お姉ちゃんの言う通りかも。わかった、じゃあジュリアンを探しに行くね。捕まえた。なんでお前たちが。くそ、ジュリアン、外部に応援を頼んだな。こんなのずるい。正直に答えてね。あんたが子供たちをリベットタウンに連れてきたんでしょ。私じゃない。冒険の目的地はモグラ島のメンバー全員で決めてるんだ。わかった、なんか急いでるみたいだし、今回はお前たちの言う通りにしてやる。はいはい、無駄口を叩いてないでジュリアンのところに行くよ。かくれんぼ大会、列車組 VS モグラ島、結果は2-0。くえ、まだ喜ぶのは早いよ。ちゃんとしたかくれんぼは5回勝負で3回勝った方が勝ちなんだから。考えれば考えるほど腹が立つ。この話は終わりだ。モグラ島を探しに来た理由を早く言え。ほら、あんたこの子たちにいい知らせを教えてあげて。あれ、どうしてみんな黙ってるの？フック、ジュリアン、おい泣くな。ジュリアン、お前はモグラ島の2番手なんだから、大人に情けない姿を見せちゃダメだ。お前たち3人ともよく覚えておけ。今日からお前たちはモグラ島の最大のライバルだ。ライバル？どういうこと？全然話が見えないんだけど。フックとジュリアンにはいつか上の悪い人たちを倒して、仮想部のみんなを連れて住む場所を取り返すっていう夢があったの。でもその役目を全部お兄ちゃんお姉ちゃんたちに奪われちゃったから。私たちは簡単に負けを認めたりしない。いつの日かモグラ島は地下のヒーローになる。だから勝つ。あ、そう、勝つも私は自分で思い出したんだよ。お前たちのおかげじゃないから。ずっと黙ってると思ったらそんなこと考えてたんだ。
うちらみたいになりたいなら毎日特訓しなきゃダメだよ。それからもっとナターシャの言うことを聞いた方がいい。毎日特訓する、魔女ババアの言うことを聞く、そうすればお前たちより強くなれるのか。わかった、行こう。ジュリアン、アリーナ、走って町に戻って、今日から特訓開始だ。はい、わかりました親分。アリーナ、もし走れなかったら僕がおんぶしてあげるよ。ちゃんはオブラートに包んで言ってたけど、つまり性格を封印してもここの苦しい状況を一気に変えられるわけじゃないってことだよね。どうしよう、どんな顔してみんなに会えばいいのか急にわからなくなっちゃった。性格とは残酷なものだ。少なくとも俺たちが今までに訪れてきた星に比べれば、ここには希望が残っている。やっぱりみんなに今の状況を説明した方がいいよね。檻を見てブローニャに伝えよう。今はこの雰囲気を壊すべきではない。どこかへ行こうか。お疲れ様。みんな大丈夫だった？私としては面と向かって伝えることに大きな意味があると思うけど、あとは封鎖解除の知らせを待つだけね。ブローニャがあまりみんなを待たせないように祈ってるわ。そういえばスバローグとクラーラちゃんは守護者の一件で影響を受けたりしてないかな。大丈夫じゃないかしら。スバローグは遅延には遠慮がないけど、クラーラにはとても優しいから。でもどうしても心配なら機械集落に行って彼らを探してみるといいわ。よそ者クラーラの友達。どうやって肉眼でロボットを見分けてるの？ありがとう。よそ者、クラーラを助けてくれて。どうして途切れ途切れに喋るんだろう？おそらく言語モジュールが故障しているのだろう。クラーラのところに連れて行ってもらえるか？よそ者はクラーラの友達。ついてきてほしい。
来客だ、クラーラ。あ、変数の皆さん。さっき大きな揺れを感じました。上から伝わってきたんだと思います。スバローグが言うにはそれは高い確率で、計算再開。結論、造物エンジン可能性 97.66%。 造物エンジンはかつて建造者たちが使っていた土木工事用の機械だ。兵器ではない。もういいよ、どうせうちらが勝ったんだし。あの大きなロボットのおかげで性格をどうにかできたんだもん。ブローニャも上下の封鎖を解くって約束してくれたし。これでスバローグはもう、ううん、しばらくの間は仮想部の孫悟に悩まなくていいよね。ありがとう美月お姉さん、ありがとう皆さん。正直に言うとクラーラはあまり期待していなかったんです。でも今ならいいよね、スバローグ。皆さん他の星から来た旅人なんですよね。クラーラも皆さんみたいにいつか遠くへ旅に出てお友達をたくさん作りたいと思っているんです。計算結果更新。任務ナンバー0001、仮想部の孫悟完了。任務終了。確かに先延ばし癖がある誰かとは違うな。そういうこと言わないでよ。間に合ったのね。君たちがこの歴史的瞬間を見逃してしまうんじゃないかと思ってたのよ。いやいや、ここまで頑張ったんだからせっかくの打ち上げを逃したりしないよ。そうだよね、ハント。私も感じるわ。私やオレグ、そして他の大人たちにとって封鎖の解除は記憶の中の生活に、生きるために心配する必要のない日常に戻ることを意味する。でも封鎖されていた間に生まれた子供たちにとっては新しい人生の始まりなの。一度でも自由の甘さを知ってしまったら隔絶や閉鎖を受け入れることは難しい。私たちが子供時代に味わった悲劇を今の子供たちには経験してほしくないのよ。ごめんなさい、また悪い癖が出ちゃったみたい。今日みたいな記念すべき日は笑顔で迎えるべきよね。よかったら周りの人たちに話しかけてみて。みんな大喜びしてるから。みんなの準備が整ったら一緒に家に帰りましょう。
シルバーメインの動きがこんなに早いなんて怪しいと思わない？実は私も少し不思議に思ってるの。でも私が会ったブローニャって女の子はそんなに話したわけじゃないけど信用できる人物だと感じたわ。新しい守護者のことはよく知らないけど、よそ者たちは彼女と仲がいいんだって。あの3人は実力者だし、よそ者たちでさえシルバーメインを信じるっていうなら私たちが疑うべきじゃないでしょう。確かに。フィドラの言う通りよ。あの人たちはコークで多くの人を救ってくれた。私は信頼してもいいと思う。お母さん、上層部の子たちってどんな服を着てるの？お母さんも知らないの。ここと違って上層部には流行り廃りがあるから。今はどんなスタイルが人気なのかしら。じゃあアリーナが上に行ったらみんなに笑われちゃうかな？そんなことないわよ、バカな子ね。上に行ったらお母さんが誰よりも素敵な服を買ってあげるわ。ありがとう、お母さん。約束だよ。やっと、やっとケーブルカー運転手としての仕事を再開できる。一生コークに閉じ込められたままかと思った。あ、君たち仮想部の救世主たち。封鎖解除後の初めての運行が君たちのためだなんて光栄だよ。それなら安心していいよ。僕の20年のキャリアの中で事故が起きたのは、いや、事故はほぼ一度も起きてないから。それはそうと、ケーブルカーに乗る準備はできたかい？こんにちは、仮想部の皆様、急いでご乗車ください。まもなくケーブルカーの運行が再開いたします。あの青い天井、すっごく広いな。あれは天井じゃないわ、フック。あれはね、空っていうのよ。ここが上層部ですか？空気の匂いが下層部と違いますね。鉄や地髄粉塵の匂いがほとんどしないだろう。大きく息を吸ってみろ。これが自由に呼吸するということだ。まさか生きて上層部に戻れるなんてな。下層部にいた十数年間、本当にいろいろなことがあった。そうだろう、ナターシャ。そうね、あれ不思議だわ。ケーブルカーに乗っている間はこれからのことで頭がいっぱいだったのに、今はただどこかに座って行き交う人々をぼんやりと眺めながら一日を過ごしたい。この安寧を楽しもう。俺たちにはその資格がある。あ、ジェパードじゃん。うちらの出迎えに来てくれたのかな。開拓者、改めてようこそ行政区へ。開拓者、この星でそう呼ばれたのは初めてだよ。より礼節を重んじた呼称を使うべきだと喧騒者が判断したんだ。よそ者という呼び方はやはり少し距離があるからな。キンクでのことについて改めて謝罪をさせてほしい。君たちは悪意ある人間ではなかったのに、もっと姉さんの判断を信じるべきだった。
理解してくれてありがとう。もうすぐブローニャ様の就任スピーチが始まる。僕は彼女の命を受け、このことを君たちに知らせに来たんだ。え、もう準備できたの？ブローニャの体調は？あまり芳しくない。だがブローニャ様は一刻も早くスピーチを行い、全ての人々に納得のいく説明をしたいと固くなだった。スピーチは常冬の日の前で行われる。君たち3人にはその場で見届けてもらいたい。あの、すみません、オレグ兵長ですか？うん？驚いたな。今でも俺の名前を覚えている奴がいるのか？もちろんです。あなたの武勇ではどの若いシルバーメインも知っています。そうなのか？どんな話を聞いたんだ？暴れていた徘徊者を3発の弾丸で倒した話か？それとも6日間も飲まず食わずでモンスターに包囲された基地を死守した話か？今の2つの話は初めて聞きました。ぜひ詳しく聞かせていただけませんか？いいだろう。街を散策するのはやめにして、この機会にじっくりと聞かせてやろう。ねえ、君も似たような気持ちになったことはない？たまに立ち止まって自分が歩いてきた道を振り返ると、自分が数えきれないほどの困難に打ち勝ってきたことや、自分が信じられないほど強くあったことに驚かされるの。そして自分を疑い始めるのよ。今の自分はかつての強さを失っているんじゃないか。また同じことが起きたとしても、あの勇敢だった自分にはなれないんじゃないかって。理解してくれるの？よかった。世の中に自分の気持ちに共感してくれる人がいるのは何にも勝る素晴らしいことだもの。封鎖されていた十数年間、一瞬たりとも気を緩めたことはなかった。私が油断すれば遅延の根幹が揺らいで下層部が再起できない状態になるかもしれなかったから。でも何より苦しかったのは常に警戒を続けることじゃなくて、終わりが見えなくていつになれば気を抜けるのかわからなかったことよ。他の人が何を思っていようと、私にとって君たちの来訪は私の長年の忍耐に対する報奨だった。ありがとう、開拓者。うわ、クラーラ、今の見た？今巨大な、超巨大な鉄のモンスターが走っていった。多分モンスターじゃないよ。スバローグの記録によれば、あれは急に思い出せない。大丈夫だよ、名前は重要じゃない。そんなことより私見ちゃったんだ。あのモンスターの胃袋すっごく大きくて、たくさんの人を飲み込んでたの。モグラ島の次の目標が決まったな。あの鉄のモンスターを倒して、食われたかわいそうな奴らを助けてやるんだ。それはちょっと違うんじゃないかな。見て、人がたくさん集まってる。そろそろスピーチが始まるのかな。ああ、だがブローニャはまだ来ていないようだ。どこかで少し休憩しよう。シルバーメイン、整列！あ、始まりそう！まもなく
ブローニャランド様による就任スピーチを開始いたします。皆様ご清聴ください。ベロブルグ市民の皆さん、私たちが今日ここで共に祝うことができるのは、とある偉大な守護者が自らを犠牲にし、この都市を蝕んでいた災厄を駆逐したからです。カカリアランドの犠牲により、私たちは新たな一歩を踏み出せる。吹雪は静まり、烈海も必ずやシルバーメインが抑え込むでしょう。私は北の地で善人の大守護者が恐ろしい力に立ち向かう姿を目にしました。そしてその命が尽きる時、彼女は後悔の念を語ったのです。それは10年以上も上下を断絶してきた封鎖令のことでした。時が経ち、惨禍に気づいた彼女が後悔し始めた頃にはもうすでに後戻りできなくなっていたのです。死の淵にあった彼女は願っていました。性格が消えた後にベロブルグが一つとなり、上層部と下層部が共に夜明けを迎えることを。下層部の皆さん、私には許しを請う資格はありません。この十数年という歳月はあまりにも皆さんに多くの傷を残しました。それでも皆さんの力をお借りしたいのです。皆さんの忍耐と汗なくしてベロブルグの復興も文明の存続もありえないからです。次にこの場を借りてベロブルグを訪れた客人たちに感謝の念を伝えたい。多くの市民は彼らの存在すら知らないでしょう。しかし彼らこそがこの枯れかけた世界の希望となったのです。彼らのおかげで私は大地を損護するだけでなく、空も見上げるべきだと気づくことができました。私は信じています。私や皆さんの努力によって、この世界は、開拓者にヤリーロ6と呼ばれているこの世界は必ず生まれ変わると。どうかその日が来るまで私が先頭に立つことをお許しください。ベロブルグ第19代目守護者ブローニャランドがここに宣言する。ブローニャ様にエールを。ベロブルグは英知最大。ブローニャ戻ったよ。ミツキ、タンコ、それにあなたも。スピーチに間に合って本当に良かった。ごめんなさい、日程に無理があるのは分かっていたんだけど、市民を待たせるわけにはいかなくて。ええ、もう大丈夫だから安心して。あの時お母様は性格の声を私の頭の中に埋め込もうとしていたの。あの感覚はまるで拷問だった。みんなが駆けつけてくれて本当に助かった。ブローニャのスピーチすっごく感動したよ。うちだったら緊張で立ってることすらできなかったかも。あれは聞こえがいい言葉でみんなを騙しただけ。ミツキ、あなたがこんな経験をしないように祈ってる。私は常に誠実でありたい。でもそれ以上に人々の希望を損護したい。タンコ、その幼児ちゃんの出した結論、今ここで言うべきかな。ああ、俺から話そう。つまり烈海はあまりにも深く根ざしていて、今性格を封印してもすぐに消えることはない。分かっている。私たちの祖先だって
壊滅の脅威に直面しなければ、危険を冒してまで性格を使うことはなかった。この世界を最悪から救うために三人とも全力を尽くしてくれた。あなたに至っては命さえも危険にさらして。私にはこれ以上は求める権利はない。それにそのベルトさんの言うことは正しいと思う。ベロブルグの運命は最終的には私たちに、ここに住む人々の手に委ねられている。なら私もリーダーとしてそれにふさわしい約束をしないと。開拓者が再びここを訪れる日まで私たちは全力を尽くすと誓う。さらに700年かかろうとも、ヤリーロ6の子供たちは星空を見上げ希望を胸に抱き続ける。さようなら友人たち。星空があなたたちの旅を損をしてくれますように。ねえ、おめでとう。あんたの初めての開拓の旅はこれで無事に終わりだね。確かにこれは祝うべきことだな。5点。なんで9大点にすら届いてないじゃん。俺とお前では判断基準が違う。やっぱりあんたに聞こうっと。開拓の旅が成功に終わった今の気持ちは？きっと忘れられない旅になるよ。でも今は先のことは考えずにベロブルグを楽しもう。ほら、もう少し行政区を見て回ろうよ。あと何枚か記念写真を撮りたいの。一歩一歩泥に足を取られることを恐れて下を向いて歩いていたら、その足取りは次第に重くなり色さえも下がってしまう。でももし仰ぎ見るものがあれば希望を持って前へ進める。足取りは軽くなり、たとえつまずいて転んでもすぐに立ち上がって再び歩き出せる。このことを教えてくれてありがとう。開拓者。ブローニャ、あと700年は待ってもいいって言ってたよね。タンコ、一番長生きできる人間って何歳まで生きられるの？無限にだ。だがそんな存在はもはや人間とは呼べない。聞いてみただけじゃん。そんな冷たい言い方しないでよ。トコ冬の日到着。写真写真。あれ、ペラとフックちゃんがいる。二人も写した方がいいかな。溶けませんよ。色だけ見れば氷の塊のようですが、これは地髄結晶を削って作られた記念碑ですから。はあ、地髄か。ここに親父がいないのが残念。絶対いい値段で売れるのに。なんと言えばいいのでしょうか。この地髄は非売品だと思います。写真
真？何それ、早く私に見せろ。同意なしに他人を撮影することはベロブルグでは違反行為であることをお忘れなく。あなたの撮影技術なかなかの腕前ですね。それに画質もすごく綺麗です。ああ、この写真ってすごいんだな。私にくれるの？気に入った？はい、どうぞ。これをうちからの選別だと思ってね。次はどこに行こう。そうだ、戻ってきてからセイバルに会ってないよね。からくり工房に行ってみようよ。これは知る人ぞ知る問題だ。誰？ノックもせずに入ってくるなんて礼儀が。ああ、あんたたちか。早くこっちにおいで。ちょうどクラーラとあんたたちの話をしてたんだ。また会いましたね、お兄さん。セイバルお姉さんの工房は本当に面白いです。宝物がいっぱいで、クラーラ、ここ大好きです。クラーラってば、本当に可愛いんだから。喧騒者の家の口を開けばおばさんおばさん言ってくる子たちとは大違いだよ。写真を撮る？ファンに会った時だけに起きるイベントだと思ってたけど3人のためなら無料でサインもしてあげよう。写真を撮る？あ、思い出しました。まだ小さかった頃、スバローグもクラーラの写真を撮ってくれたことがあるんです。おいでクラーラ、もう少し近くに立ってお姉さんがいいポーズを教えてあげる。おお、いいじゃん。私のライブに来るカメラマンにもあんたの半分くらいの腕前があればよかったのに。え、クラーラ、こんなに背が低かったんですか？もっと高いかと。大丈夫だよ、栄養さえ取ればクラーラちゃんもタンコみたいに大きくなれるから。今のは聞かなかったことにしておく。この写真は二人にあげるね。うちら列車組からの選別ってことで。もうここを離れるの？わかった、この写真はしっかり保管しておくよ。後であんたの分も複製してあげるね、クラーラ。ありがとう、セイバルお姉さん、お兄さん、ミツキお姉さん、それからタンコお兄さん、今までありがとうございました。これからの旅でも皆さんが無事であることを祈っています。時間があればまたクラーラとスバローグに会いに来てくださいね。写真も撮ったし、街を歩き回るのも疲れたし、次はゲーテホテルでぐっすり寝ないとね。列車に戻ってからにしろ。やだ、だってこの前は豪華な部屋に泊まれたのに、あの悪女にはめられたじゃん。悔しいと思わないの？ほらほら、一泊だけだって。姫子も幼児ちゃんも余裕のある大人なんだから、それくらい待ってくれるよ。それにせっかくベロブルグが賑やかになったんだし、もっといろんな人と話してみたくない？うちはまだまだここにいたい。Thank you.
旅の終わりには君を悩ませてきた全ての謎が解き明かされるの。そうですよ、あの時は本当に危なかったんですから。この散歩が起点を聞かせたから良かったものの僕が主役を務める必要はない。そうでしょ、僕たちは仮面をつけたピエロに徹していればいいのです。請求列車の方々は僕が想像していたより興味深い存在でした。あなたも気に入っている？本当ですか？あ、それは傑作ですね。いえいえ、まだここを離れるつもりはありません。え、イプシロン、あんな贅沢三昧な場所のどこがいいのですか？人間性を尊ぶ快楽を体現することこそ最高の快楽である。これこそが面白いというのに。はい、今日はここまでにしましょう。僕の代わりにパブの皆さんによろしくお伝えください。それから散歩の次の舞台をお楽しみにの一言もお忘れなく。では僕はひとまずカーテンコールに答えてきます。この物語をあなたに捧げます、親愛なる読者様。少しでも楽しんでいただけたでしょうか？もしそうでないのなら、ああ、散歩はとても悲しいです。列車に戻る時間だ。ナノとタンコを探そう。元気いっぱいになったよ。え、何それ、不吉じゃん。カレンダーを見てみようよ。もしかしたら今日は旅立ちに向かない日なのかも。姫子さんからメッセージが届いたはずだ。そろそろ戻るぞ。出発が遅れたらまたパムに小言を言われる。うん、届いてたよ。それじゃ荷物とお土産をしっかり持って列車に帰ろう。終わらない宴はない。列車に戻ればその悲しみもほとんど消えるだろう。炭鉱から見たうちってそんな白状なやつなの？優先度？どういう意味よ。あんたにとって仮想部の再建は重要じゃないってわけ？違う、ただ現時点で調達できる資源は限られているから長期的な計画を立てないといけないの。資源、計画、あんたそんな言葉ばかり使うようになったのね。分かった、もういいわ。やっぱり私一人で下に。感情的にならないで、ゼーレ。ブローニャ、あなたには私のそばに。彼らの旅にはきっとたくさんの困難が待ち受けてるのよね。私たちが直面する未来よりも厳しいものかもしれない。でも必ず乗り越えてみせる。たとえ今みたいな言い争いが永遠に続くとしても私喧嘩は得意なのよね。三人ともお帰りなさい。
姫子、幼児ちゃん、開拓招待の初任務無事に完了したよ。私とベルトは今回の開拓の旅に参加しなかったけど、結果を見ればあんたたちがどれだけ頑張ったかわかるわ。みんなおめでとう。特にあんた、みんなあんたの開拓者デビューを高く評価してるわよ。もし点数をつけるシステムがあったとしたら、あんたには最高点をつけてあげるわ。まずは列車でゆっくり休んで、ヤリイロ6でたまった疲れを癒すといい。パムは正常に戻り始めた空間に再び異常が起きる前に、一刻も早くここを離れるべきだと考えている。俺と姫子も同意見だ。つまりできるだけ早く次の目的地を決める必要があるということだな。ああ、これが七死人の運命ってやつなのかな。常に前に進み続けて永遠に開拓の歩みを止めない。別に愚痴ってるわけじゃないよ。思いがけない驚きの連続、そういう旅の方がうちらにぴったりだもん。美月ちゃんは七死人としての生き方が気に入ったみたいね。よかった。みんな自分の部屋に戻って休んでもいいし、ここでコーヒーでも飲みながら休憩してもいいわよ。お互い気心の知れた仲だもの、好きにしてちょうだい。俺は部屋に戻る。はあ、炭鉱は相変わらずか。開拓が終わるたびに今回は少し打ち解けられたかもって思うんだけど。無理に打ち解けようとする必要はないわ、美月ちゃん。それにこれは私の意見だけど、炭鉱はあんたたちと過ごす時間を大切にしていると思うわよ。あ、そういえば大守護者との最後の一戦、それから性格の現状についていろいろと聞きたいことがあるんじゃない？あんたたちがいない間に私とベルトで観測した結果をまとめておいたの。もし疑問を晴らしたいと思っているなら、私たちと少し話をしましょう。ただいま。こんなに長く列車が止まってたんだから、きっと姫子も幼児ちゃんも待ちくたびれてるよね。次の目的地はどこなんだろう。あー、すっごく楽しみ。列車は開拓の運命を歩みながら、いくつもの奇妙な世界を通過する。そして活力に満ち溢れた生命たちと出会い、美しい物語を見届ける。宇宙は果てしない。私たちが星の海を渡って出会うことができたのは奇跡みたいなものよ。言葉を交わして、お互いを理解して、一緒に旅をする機会を得られた。この美しい確率は運命としか言いようがない。あんたが私たちの仲間になることを選んでくれて本当に嬉しかったの。だからもし旅の途中で芽生えた疑問があるなら、ちゃんと答えたいと思っているのよ。そうね、オカメ八目っていう言葉もあるし、傍観者として答えを探す手助けができるかもしれないわ。孫悟のクリフォトは冷たいアイオーンよ。カンパニーみたいに熱狂的な信者にならない限り、かの神の力を分け与えてもらうのは難しいと思うわ。孫悟という強い執念のもと、ベロブルグの剣奏者は数百年もの時を耐え抜いた。でも烈海の侵食が深まるにつれ、もともと脆くなっていた信仰に亀裂が入ってしまった。あの大守護者カカリアはおそらく完全に孫悟の運命を放棄したんでしょうね。そんな彼女とは対照的に、あんたはあの戦いで揺るぎない孫悟の意志を見せた。
その結果、クリフォトはあんたの強い願いに応えてくれた。あんたが大守護者の武器を振るえたのも、あの巨大な機械を操れたのも、きっとアイオーンの一別のおかげよ。大したことじゃないわ。私とベルトは今回の開拓に参加していないけど、あんたたちのヤリイロシックスでの活躍は全て見ていたの。仲間なら助け合うのは当然。特に私たち七死人はね、たとえ遥か遠く離れた場所にいても、列車は常にあんたの強い味方よ。そのことを忘れないで。それならはっきりしてるわ。正確よ。私の分析と推測から考えると、あの大守護者は以前から性格による精神的な侵食を受けていたはず。その後に起こった悲劇は全てそれが原因でしょうね。愚かな人であると同時に、かわいそうな人でもあると思うわ。もし私やあんたが彼女と同じ立場だったとして、日に日に衰退していく都市を目の前にしても、脆い信仰心を握りしめて揺るがずにいられたのかしら。もちろんいいわよ。時間はたっぷりあるもの。それに関してはベルトの方が詳しい分析結果を示せると思うわ。でも私の考えを知りたいのなら、正直とても難しいと思う。可能性がないわけではないけど、その過程は非常に厳しいものになるでしょうね。報告によれば、ベロブルグの新たな守護者は真の通った聡明な若者なんでしょ。でも何より重要なのは、彼女が今回の旅で不要な甘さを捨てたということよ。彼女のそばに堅実で公正な支持者がいるのも幸運ね。でも運命は予測できないものだし、往々にして不条理だから、彼らが生きている間にある程度ヤリイロシックスの繁栄を取り戻せたとしても、宇宙に潜む無数の脅威に対して彼らは依然として弱く無防備。私たちはただ遠くから彼らのために祈ることしかできないわ。性格を破壊することは不可能に近いの。ヘルタでさえ性格の構造を完全に破壊する方法は見つけられていないし、そのエネルギーが溢れ出さないように抑制する条件を整えることしかできなかった。大守護者が敗れたことで、彼女に力を与えていた性格にもほころびができたから、私とベルトもそれを抑える機会を得られたけど、列車にできるのは性格を抑えることだけ。そしてそれは根本的な解決にはならない。でもこの星の人々が一息つくのには十分な時間のはずよ。どういたしまして。それじゃあゆっくり休むのよ。あんたにはその権利があるんだから。初めての開拓の旅が無事に終わったわけだが、何か感想はあるか。喜びや苦しみ、充足感や後悔といったものは旅の中では表裏一体だ。開拓の運命を歩むのであれば、こうした感情は慣れるまでついて回るだろう。どうやら俺に聞きたいことがあるようだな。何でも聞いてくれ。ちょうど誰かと話をしたいと思っていたところなんだ。いくら姫子が饒舌とはいえ、そろそろ話題が尽きそうだったからな。おそらく無理だろうな。以前メッセージで送ったように、性格がヤリイロシックスに与えた影響はあまりにも大きい。当分の間、ベロブルグの人々は最悪と戦い続けることになるだろう。しかし勝利の天秤は人類に傾いている。なぜなら君たちが希望という名の重りを皿の上に乗せたからだ。希望を見くびってはいけない。
色も形もなく触ることもできないが、それには無限の可能性が秘められている。同じように撒かれた種だとしても性格よりはるかに強力なものだと俺は考えているんだ。そうか、君たちは正しいことをした。無知の中で楽観的に生きていくより知識の重みを背負いながら前に進んだ方がいい。今でも覚えている。常日頃から常識を凌駕する脅威に直面していた世界のこと。そこに住まう人々は知恵と勇気を持って幾度も故郷を危機から救っていた。これこそが平凡で偉大な惨禍だ。ヤリイロ6の人々も経験の中から同じ精神を得られるように願っている。本当は俺も君たちに同行したかったんだが、姫子が君たちだけで行かせると譲らなくてな。君たちの行動はずっと列車の中から観測していた。何度も手に汗を握ったが、君は信頼できる仲間を得て困難を乗り越えていった。これは称賛に値する。姫子は俺と違って終始冷静だった。若者の決断を信じろと何度も彼女に言われたよ。彼女に比べて俺は大きく構えていることができなかったんだ。君との会話は得るものが多かった。さあ、もうすぐ旅が再開する。今のうちに休んでおくといい。車掌さん、たった今。正規の安定率の測定中じゃん。邪魔をするでない。ちょっと冷たくない？空間パラメータ正常値に回復。正規の安定率 56%、 57%、 継続して上昇中。運行環境が式位置に達した。発射を強化する。おお、二人ともよく戻ってきた。開拓任務は無事に終了したようじゃな。列車組の一員としてお前たちの貢献に感謝しておるぞ。お前たちのおかげで空間の異常は徐々に回復、正規の安定率も合格ラインに達しておる。列車の車体もこの俺が隅々まで点検した。全箇所異常なしじゃ。気にするな。ヤリイロ6には珍しい特産品はなかったはずじゃからな。それにお前にとっては今回が初めての開拓任務、特別に許してやろう。次も忘れたら許さんけどな。次の目的地は航路会議で発表する。ワクワクしながら待っておれ。ああ、そうじゃった。ほれ、持っていけ。こぼさないように気をつけるんじゃぞ。ありがとう、車掌さん。今すぐじゃ。空間の異常が再び発生する前に急いでここを離れ、安定した空間に入る必要がある。安全のため全ての乗客は席に座るように。立ち上がって移動するのは列車が安定した速度で走行するようになってからじゃ。